毎度、物理系研究室、非公式 VTuber、小田井涼子です。皆さん、超天堂カードゲームのクラウドファンディングご支援、ありがとうございました。プロジェクト、達成しました。今回は、クラウドファンディングのお礼として、米津杏さんからいただいた3つの質問にお答えします。それでは行ってみましょう。最初の質問は、超天堂量子干渉系、スクイドを応用した計測、センシング装置には、どのようなものがありますか？できる限り、最新で、面白くてユニークな応用例を教えてください。とのことです。スーパーコンダクティングクォンタムインターフェアレンスデバイス、略してスクイドっていうのは、超天導体のリングの2箇所、または1箇所を絶縁体にしたデバイスで、めちゃくちゃ高感度な磁気センサーです。条件によりますが、本気を出すと、ゴアとテスラ、地磁気の10兆分の1の磁場を検出できるくらい感度がいいです。また、小型化できるので、スキャンして磁場の場所変化みたいなのも調べることができます。基礎研究の分野では、高感度な磁化測定や磁場分布の測定に使われてます。通常は超天導体として、ニオブや鉛のリングを使うんですが、YBCO を使った液体ヘリウムで冷やさなくてもいいスクイドの開発も進んでるみたいです。応用面だと、有名な例で脳波を測定する脳磁系ってのがあります。ガリレオにも出てきましたね。MRI 装置の代わりに、スクイドで MRI をするっていうのもあるみたいです。他にも、食べ物や薬、工業製品に磁性不純物が混じってないかの検査にも使われてます。面白いのだと、石油の鉱脈探索や重力波の検出なんかにも使われてるみたいです。後の質問にも関係しますが、D-Wave の量子アニーリングマシーンの素子としても、スクイドが使われてたりしてますね。こんなもんでどうでしょう。それでは二つ目の質問です。超天導量子ビットの各種方式の特徴について教えてください。例えばトランスモンとか。また、量子ビットの素子として使用される超伝導体としては、どのような特性が要求されていて、そして具体的にはどのような物質が研究されているのでしょうか？量子コンピューターの心臓部、量子ビットの最近の主流の一つが超伝導を使った量子ビットです。量子ビットの大事なところは、0と1の重ね合わせ状態を実現するってことですが、超伝導を使うと、いろんな種類の重ね合わせ状態ができます。大きく分けると3種類に分けれます。使うのは、ジョセフソン接合って呼ばれる、絶縁体を超伝導体で挟んだ構造を持ったものです。この接合部分は、回路的には、L と C で、2つの超伝導体を結んでるって考えることができます。L 部分に関係してるのが、ジョセフソン電流で、2つの超伝導の位相差に関係してます。C 部分に関係してるのは電荷、つまりクーパー対の数です。L 部分が主要な役割を果たすものを位相型超伝導量子ビット、C 部分が主要な役割を果たすものを電荷型量子ビット、で、大きなキャパスタンスによってノイズに強くした電荷型量子ビットの改良版をトランスモンって呼びます。最後の1種類は、スクイドを使った磁束型量子ビットです。量子コンピューターの専門家ではないので、各種方式の特徴については説明できないんですが、現在主流なのは、万能量子コンピューターでは、トランスモンとその改良型、アニーリングマシーンでは磁束型量子ビットです。他のタイプは、量子性を維持する時間が短すぎて使えないみたいです。今のところ、トランスモンはコヒーレンス時間が長いけど、大きくて大規模化に向いてない。磁束型は、コヒーレンス時間はそんなに長くないけど、量子アニーリングには向いてるって感じでしょうか。で、具体的な材料としての特性は、特に制限がなくて、デバイス化のしやすさってことで、単体で不純物に強いアルミとかニオブが使われてます。転移温度も、希釈冷凍機で10ミリケルビンくらいまで冷やすので問題なしです。ただし、今考案されてるエラーに強いトポロジカル量子コンピューターを超伝導で作る場合は、トポロジカル超伝導体もしくは、それに適したものを使う必要があります。次の質問に行ってみましょう。3つ目。
マテリアルズインフォマティックスと超伝導の関わりについて教えてください。近年は情報数理の知見が物質科学にも持ち込まれつつある印象を受けますが、古田良子さんの研究領域では、最近どのように変わったか、あるいはこれからどのように変わっていくとお考えでしょうか。確かに、最近機械学習と物理を組み合わせた研究っていうのは増えてます。ディープラーニングと物理学も大ヒットしてるみたいですね。マテリアルズインフォマティクスに関しては、物理学70の不思議で取り上げられていて、私の方でも動画を出したので、そちらを参考にしてください。超伝導の分野でも、すでにある膨大な物質のデータベースを使って網羅的に計算して、超伝導になりそうな物質や超伝導転用度を予言するっていう研究が盛んに行われています。実際に予言通り超伝導を見つけたっていう報告もあります。また、新しい超伝導を見つけるだけじゃなくて、大型施設では、これまで蓄積された膨大な実験データを使って、測定データを瞬時に解析する方法も開発されてるみたいです。これから、ますます機械学習を組み合わせた研究が増えていくと思います。そんな感じで、余熱杏さんからいただいた3つの質問にお答えしました。超伝導って一口に言っても、研究対象は非常にたくさんあるので、ちゃんと答えられてるか心配ですが、どうだったでしょうか。間違い、コメント、ご意見がありましたら、コメント欄、質問箱等でお願いします。ほな、お相手は、物理系研究室非公式 VTuber 古田良子でした。チャンネル登録、高評価、Twitter フォローよろしく。ほなな。